皆さんこんにちは。こちらは秋月電子通商のヘッドホンアンプキットです。値段は540円です。今回はこのキットを使ってオペアンプの音の違いを検証していきます。このキットの仕様はご覧の通りです。オペアンプは NJM4580DD が使われています。一般的なオペアンプなので大きな電力を取り出せません。 1% の歪みで再生できる限界は 0.6mW です。これでもまあまあの音量です。現物を見ていきます。乾燥剤と一緒に密封されています。ガラスエポキシの両面基板です。いいものが使われています。回路はこれ以上ないくらいにシンプルです。オペアンプの比較に最適です。出力インピーダンスを決める抵抗が47オームです。このままだと十分な出力が取れないので1オームに変更します。この製品はキットですので組み立てていきます。背の低い部品から順番に実装していきます。カラーコードの向きがシルクと一致するようにします。この部品の足は4本あります。1箇所仮止めして部品を押しながら基板に密着させます。
防爆弁のない小型の電解は基板との間に隙間を作ります。9V の電池で駆動しますので、スナップをつなぎます。この時点で動作を確認します。OK です。比較のために準備したオペアンプもチェックします。すべて OK です。ハンダ付けした面が床に触れないように足を取り付けます。完成です。次回はこのアンプを使ってオペアンプの音の違いを検証していきます。お楽しみに。